今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は錦市場のお米屋さんです。中央米国さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。やっぱりお米屋さんは年末忙しいですね、はい、うちの方はやっぱりお餅も自家製で作って販売をさせていただいてるんで、まあ、その関係上どうしても年末は年間の中で一番忙しい。あ、年間の中で一番忙しい、はい、そうですか。今年いただきましたが、はい、とってもこうお味が違うなっていう気がしたんですが、何かこの秘訣でもあるんでしょうか。もうやっぱりね、一番はもち米の違いだと思います。滋賀県の甲賀市っていうところで、契約栽培で作っていただいてるもち米なので、まあ日本一じゃないかなというふうに私は思ってるんですけれども。そうですか、はい、じゃあ今年は年始早々縁起がいいなという、はい、日本一のお餅をいただきました。ありがとうございます。いいことありそうです。そうですね、はい、やっぱり縁起物ですから。そうですか、はい、そしてお米屋さんでお米事情なんですけれども、はいはい、どうでしょうか。2017年18年、はい、お米の値段が少し高くなったんじゃないかなっていう気はするんですが、はい、全体にやはりお米の量っていうのが、若干足りない。まあこれは政府の方針で、お米の一部が飼料米ということで、一般的に我々が食べることのできないお米っていうのもだいぶ作られておりますので、逆にそういった意味で主食用のお米っていうのが少しタイト感が出ておりまして、その関係上、はい、値段の方が少し上がっております。そうですか、はい、そしてこうブランド化が進んでいるなっていう気がするんですが、はいはい、そのあたりは、はい、これ昨今皆さんもいろいろな新しい銘柄をお聞きやと思うんですけれども、日本全国いろんな都道府県で新しいお米が品種改良されて、まあ、できてきているんですけれども、どれも非常においしいお米なんですけれども、その分やっぱりお値段も非常にいいものがたくさんできているということですね。あ、そうですか。それぞれにまあこだわりがあるお米がこう販売されているという感じですね、はいはい。まあ、結構どれも美味しいなっていうそんな気もするんですが、もう今日本で作られているお米でそんな食べられないというお米はもうほぼない。そうですね、どれも非常に美味しいお米なんですけれども、はい、まあ、その中でいろんな特徴を持って各産地が作ってやられます。はい、はい、今年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さんもお米をたくさん食べてください、はい、ご飯たくさん食べてください。ありがとうございました。